はい、ゆきです、今日はですね、とんかつまそちゃんをやってまいりました。新潟のね、名物タレカツ丼ね、タレカツ丼ですよ、新潟名物ね。タレカツ丼はめちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さんね、5枚カツ、4枚カツ、3枚カツ、2枚カツ、どうしようかな。失礼いたします。本日こちら、はい、青じそメンチカツの方が品切れとなっております。あ、わかりました。のご注文でお願いいたします。はい、失礼します。どうしようかな。こちらですね、キャベツ食べ放題となってます。うん、ご飯類注文のお客様、新鮮キャベツ食べ放題、キャベツバーという、ね、確かサービスランチ、これにするか。2枚カツのうどんランチ810円。ただいまお伺いいたします。失礼いたします。ご注文お伺いいたします。2枚カツ丼うどんランチで、はい、かしこまりました。うどん温かいの冷たいのお選びいただけます。温かいので、はい、かしこまりました。ご注文以上で、はい、入り口の方にキャベツ畑ございまして、キャベツの全部食べ放題となります。はい、ご自由にご利用ください。失礼いたします。エナバースマホが OK です。オートマティックです。じゃあキャベツを取ってきます。よし、人参ドレッシング。人参ドレッシングか。それではちょっとキャベツいただきましょう。人参ドレッシングって珍しい。うん、うん、ちょっと甘い。
します。お待たせいたしました。2枚カツ丼のマンチでございます。ケーキをお願いいたします。お次いたします。失礼します。おお、来ましたね。タレカツ丼。うどん。こちらタレカツ丼はですね、普通のカツ丼とは、はい。はい。タレカツ丼はですね、ソースをかけなくても、ほら、まあいわゆるソースがかかってるみたいな感じなんですよ。うん、甘辛、あ、うめえ。あ、これよ。うん、うまいな。食べたのはあの給食の小中学校の時以来だな。あれで出るんですよ。うん、うまっ。食べ終わりましたが、またね、キャベツバーを何度か、行っていきたいと思います。はい、ということで、とんかつまさちゃん、ね、食べてまいりましたが、まあ、美味しかった。ただね、小学校と中学校の時の方が、うまかったな。ということで、バイバーイ。
ってみたいな。